では米ってきます。米を、洗い米を作ってきてます。水の量は米と同じ量、米と同じ量なんで、米の入れる米の量を測るっていうのが大事ですね。水切り1杯分ぐらいですね。まあ、洗い米なんでちょっと水含んでるんですね。含んでるはずですね。膨らんでるはず。で、これぐらいですね。1.、まあ、3分の1ぐらいかな。気をつけて。1回目のはこんなもんだ。こんなもんだね。はい。で、もうちょっと。ストップ。これぐらいですね、多分。これですね、多分。はい。で、ちょっと鳴らしてと。まあこんな感じですかね、多分ね。じゃあ中火ぐらいに軽く調整して、まあこんなもんかな、ちょっと強いかなぐらいですけど、まあこれぐらいでいきましょう。ちょっとね、斜めってるのが気になってる。焚き火台自体がね。そう。それがある。ちょっと斜めっぽい感じに整えようかな、逆に。なるほどね。うん、これ一工夫が憎めない。意外に。意外に憎めない。憎めない、憎めない修行よ、これが。水面とこの米が同じ高さになると。だいたいいいんじゃない？いいんじゃない、これ。うん、いい感じな気がする。強火の準備はできてますね。隣に薪が、ね、燃えてる薪があるんで。あ、いいね。泡出てきたね。ちょっとね。泡出てきて。泡出てきます。ちょっとずつ。沸騰してきてね。わかりますかね。泡出てきます。これね。細かい泡が。泡出てきてますね。うん、出てきてるかなって感じですね。もうちょっとですね。ここでちょっと強火にしたいところ、本当は1分ぐらいでガッといく、ちょっとね、入りそうなのよ、米に。それはね、仕方ない。まあ、炭ご飯ってことで、薪、薪でしょ。まあ、炭か、炭も薪も。だいぶ大きい泡出てきた。よし、大きい泡出てきたんで蓋をします。蓋をして1分、いきます。大きい泡、結構大きい泡出てきたんで、このタイミングで蓋をします。蓋をして1分。本当はこのタイミングで吹きこぼれるぐらいがいいんじゃないかなと。
あ、ちょっとここに来てますね。吹き込まれようとしますね。よし、1分経った。まだまだまだ、あと10分、はい、めちゃくちゃいいじゃん。はい、これっていい感じです。で、はい、立ちました。立ったらこれを一気に弱火にする。一気に弱火にします。一気に弱火にしたい。こぼれたら初めてだ。そうね。一気に弱火にします。本当はあのこんなに吹きこぼれると思ってなかったんで、あの重し必要でした。前回なんか謎の重しししてたもんね。必要なさそうな重し。そう。本格的に重し必要でした。え、重しまでいいよ。あと9分ね、次。9分ね。うん。ちょっと渡すわ。今度こそ、次でしょう。さつまいも重し。はい。完璧ですね。やっとさつまいもの重しが。ついでにこの日の目を見ました。この蒸気のところをもう押さえちゃって。ちょっと吸ってる。いいじゃん。はい、立ちました。じゃ、立ちましたら、次にどうしますかというと、ちょっと暑いけど、10分。はい。蒸らしてます。10分。うん。9分弱火の後、10分蒸らし。うん。10分経ちました。じゃじゃん。あ、いい感じじゃない？かなり。いいね。ふっくら炊けてるし。しゃもじは？あとなんかさ、うん、なんだっけ、キラキラしてる、何穴って言うんだっけ、カニ穴、カニ穴、カニ穴でいいんだっけ、いいと思う。ちょっと斜めにしたらよかったかもしれない。斜めに炊けます。斜めになってます。見事。では混ぜていきます。あ、いい感じですね。前回はね、おこげもさ、ないし、うん、おこげおかしかったけど、え、でもさ、すごいよく食べてる。うん、いい感じかも。美味しそう。落ちた。じゃあ、いただきますね。いただきますね。うん、うまい。いただきます。うまい、うまい、うん、うまい、うまい、うまいわ。うん、でも美味しい、非常に。うん、うん、これは成功なんじゃないですか。大成功。多分次はもっとうまくありますね。うん、穴がある分、ちょっと水をね、多めにするのがいいかもしれない。いいね、うん、確かに。固めが好きな人はこれぐらいでいいかも。第3回目の動画を配信してもいい？米炊きキャンプご飯。高見米炊きキャンプご飯。ご飯とは本当に白飯のことである。